でございます。どうぞよろしくお願いします。まず上院地区って書いてありますのですけれども、ちょっとこれ見てもらえますかね。今皆さんおられるのは2月堂なんですね。で、東大寺というのは大仏殿を中心として東大寺やと思ってはる人が多くて、ここへ来て、ここは何ちゅうお寺ですかって聞かはるんですよ。だから、ここは東大寺の一部なんですよっていうふうに言ってるんですけど、実はそうじゃない。 こっちの方が州なんです。ここに書いてありますけれども、大仏様ができた年、あの開元法要ってまだあの建物も何もなしで、大仏様の形だけできて、で目を入れる、目を描くっていうので開眼っていうのがあるんですね。大仏様だけが出来上がる。それが752年なんです。ところがその年に実はこの中でお水取りが始まって、修二会が始まってるんです。ということは東大寺の大仏様ができる前にちゃんとここの部分があったんです。だから東大寺が入ったんじゃなし、上院地区この場所に東大寺が来たということなんですね。だからあのお目は久しかしてお目は取られるみたいな感じですね。もともとここが元のその東大寺の、東大寺という名前じゃなかったんですけどね、あの中心だったところに大仏様が来て全部が東大寺という形になったんです。だからここはそういう意味で東大寺と言われている中で一番古い、一番古くからあるところなんです。で、あのまず東大寺というよりはここにお寺ができるまでの間にどういうところがあったかと言いますと、まず都は藤原京飛鳥にあったんですね。で、それから平城京に来て、そしてまあ、国の宮あるいは信楽の宮があるんですけども、長岡京に行って平安京とだんだん北にこう行ってるんです。で、これが日本のまあ都の流れなんですね。まあ、あの何話の宮っていうちょっと離れたところにもできましたけども、こういう順番に、あの古い順番に飛鳥、奈良、そして京都という、あの日本におけるまあ、あの都の移動があったわけですね。皆さん、東京は実は都じゃないんですよ。なんでか知ってます？なんで都じゃないか、天皇さんやるやんかと思いますでしょ。実は遷都してないんです。これ全部遷都して移ってるんです。都を移してるんですよ。ところが東京都は遷都してない都なんです。仮の都なんです。だから京都の人はいつ帰ってきはんねんって言って待ってはるんですよ。まだうち都やでって言ってはるんです。で、そういうことを日本の中で知ってる人ってほとんどないんですよ。わ、都って本当言うたらまた大国殿のある京都の御所やねんなっていうことをね、知ってる人がいないんです。まあそういうふうなことで日本の中もあのいろいろ変わってることをこう知らしめていないと。あの天皇さんやるからここ都やって、東京都って都なんてついてるからあそこも都やと思ってはる人が多いんですけど、そうじゃないんですね。で、そしたら京都は京の都でしょ。奈良は何て言ったか知ってます？
これはね、京都ができてからつけた名前なんです。なんと、京都の南にある都。だから、なんと、京都。で、今の東京都になんですよ。だから、都ってついてるけれども、そういう流れがあったんですね。ご存知ですか？だからそういうことでね、日本の人が知らない歴史なんですよ。で、まあ、平城遷都の中でね、ここに書いてありますように、平城遷都、藤原京が移ってきたときは、実は、平城京という都があったんですよね。作られたんです。ところが、そこから国の宮、なにわの宮、しがらぎの家に行って、そして、ここで大仏様を作ろうとしたされるんですよ。ところが、ここで2年間いるんですけど、貴族の人とかね、山火事が起こったりして、やめや、こんなとこ言うのいら、平城京へ帰ろうやないか、っていうふうに帰ってきたんです。だから、平城京の都は 2回あるんです。この710年に来たのと、745年に来た2つの都。実は、今平城京のところに大黒殿できますね、できてますね。あれ、後の都の場所なんです。あの東側に、710年に来た都ができてるんあるんですよ。僕らの時はここだけしか知らなかったんですよ。で小学校 の遠足では平城京行きますって言われたらここ行ってたんですね。だから今度都この大黒殿作るでって言われたとこ行ったら、あれこれ僕ら行ったところの都とちゃうやんかって思ったことがあるんですね、最初の頃。だからそれは何でか言ったら、こっち側の都を作ったんです。で、その流れの中で、大仏様が、実は、しがらぎでできて、で、ここで大仏様の骨組みまで作ったんですけれども、2年後に、なんて言うんだな、平城京帰ろうということで、また平城京に都が移ったんですね。で、そうすると、この最初の時に、ここに、金勝寺とか福寿寺というお寺を、この辺りがずっともう作られていたんですよ。なんでか言うたら、聖武天皇のお子さんが2人おられるんです。女性、娘さん、そして男の子供。これが元井王子っていう、早いこと男の子欲しい欲しいって言って生まれた子なんですけども、1歳になる前に皇太子にしたような、それぐらいにこう今度あと次はお前やねんって言ってた子が1年する前に亡くなってしまったんです。でそれでこの金正三宝、ここにお寺を作って、その子供を冥福を祈るために建てたお寺ができてるんです。だから非常に聖武天皇としては因縁の深い場所なんですね。で、都をよそ行った時にはもうその辺をほったらかしになって行ったんですけど、帰ってきてこの大仏さんを作るとなった時に、都はもうできてるから東大寺っていうあの敷地の大きな大仏さんを作るぐらいの場所はなかったんですけども、あ、せやな、元幼児を祀った山の横のところって広場空いてるな、そこに大仏さんを作ろうかなっていうふうにして作られたのがこの東大寺なんです。だから元井王子の冥福を祈るために作られた金正三宝の後に東大寺というお寺を作って、そしてこのものも全部東大寺の中に含まれていくんですね。それが今の東大寺の境内です。でその時に、一番最初 の元横寺の時の供養されたのもこの老弁宗匠なんですけどね、東大寺ができた時もその責任者として別途になられたのが老弁宗匠なんですね。12月の15日に亡くなって、12月の16日に亡くなってるんで、
あのその日に、まあ、ご命日にお店取りのメンバーがほの決められるという日なんですけどね。その日、まあこういうふうにやりだしたらちょっと時間ないんで、トータルできるのには国分寺ができて、それはあの長屋の変とか天然痘がとか、あの飢饉が起こったりとかした影響で国分寺ができ、でその国分寺 の、 あの延長として東大寺が、まあ、出来上がっていくんですね。これやりだしたら違いないですね。あのだから東大寺っていうのは東大寺が単独でできたんじゃなしに、聖武天皇が国分寺っていうお寺を全国に作るんですね。でそれは何でか言ったら、あの病気が流行ったり飢饉が起こったんで、それをこう補助するお医者さんとか建築の人っていうのを派遣したかったんですけど、建築業者ってそんなどこにもないですね。建設会社なんてないですよね。でお医者さんって病院があらへんでしょ。でそれを勉強してたのはお坊さんなんですよ。実はなんでか言ったら、僧侶みんな持ってたんです。大きなお寺は1000人とか2000人とかいうお坊さんたちが集まって勉強してたんですね。そうすると1年間の間に病気になったり怪我したりするお坊さんが出てきたら、みんなで治すや、病院もないからお坊さんたちで薬を探そう、薬をの勉強しようとか、そういうようなことをしたんですね。で家壊れた、家行って、あの僧侶壊れた、どうにしようか、建築会社ないからお坊さんたちがこういうふうにしてくれっていうふうにして、あの作り出したんですね。だから建築とか、土木とか、病気とかそういうようなものもお坊さんの勉強の中に入ってるんです。だからそういう人たちがこの奈良の場所だけでも1万人以上いるんですよ。あの勉強してるお坊さんが。で聖武天皇は飢饉が起こったら池を作って、でそこの水を使ったら飢饉が少なくなるんじゃないかと、そういう土木の勉強の土木をさすためにお坊さんどっか派遣しよう、あるいは病気に天然とか部屋入りましたから、どうしたらみんなが移らないでいられるかということをこう話をしに行かそう。でそれはお坊さんがええやないか、そういうことお坊さん行ったらどこ行くねん、そしたらお寺代表か、国々にお寺建てて、そこにそういうお坊さんとかをこう派遣して、そして人々のためにため池を作ったり、病気の世話をしたりということをしようとしたのが、この国分寺作りの元の聖武天皇の考え方なんです。でそうしてみんなが豊かになってきたら、そしたらどういう生き方をした方がええかということをお坊さんが教える、本来のお坊さんの 役目のところをするということをこの国分寺やったんですね。だからもともとはそうじゃなしに、先ほど言ったみたいに土木建築、そして医学のことからその土地の人たちを救済していこうということから始まっているんです。だから国分寺というのは聖武天皇がお寺を建てて、そして仏教で人々を救済せえというふうなことやと思ってはるんですけど、実はそれに付随したものの方が聖武天皇としては助けになるんだろうと言って言われたんですね。一番皆さんご存知かな、光明皇后が今のハンセン氏病の方々を集めていろんな治療をしたりしたと、海まで吸って治してあげたとかいうようなことを言われていますね。北山八犬18犬というところが奈良坂のところに、作られて、そこで、病気の世話されていますけれども、そういうようなことをこういうところで全部やろうということを計画されたのが聖武天皇の国分寺なんです。でそこからみんながこうだいぶこう豊かになって生活できるようになったら、今度は日本の国全部みんな友達なんや、兄弟なんや、みんなの協力で、国を作っていくと
みんなが助け合いの今 の, あの社会奉仕みたいなものをしていくと国自体が良くなっていくよということを考えて、その中心となって作られたのが東大寺の大仏様なんです。だから国分寺がなかったら東大寺ができてなかったというふうに思います。国民の協力、心を一つにする、社会を一つにまとめていく、これが大仏を作ることの目的だったんですね。で、まあここにいっぱい書いてありますけど、あの今言ったら時間があるんで2月号まで行きませんので、ここで先にあの飛ばさせていただきます。で、あのまあこの先ほど言ったみたいに、その上院地区というのは、先ほど言ったように東大寺が大仏殿が大仏様ができる前にできたところで、まあ、どういう宗教をしてたのかというと、資源的なもの、いわゆる資源道のようなもの、神様と仏様と一緒になって人々を救済しようというふうな資源的なものを中心に、ここでは人々に救済の手を伸ばしていたわけですね。だからあの資源道って、あの山を駆けずり回ったり、そこで神様と、そして仏教の教えをこうそこで学んでいこうとした、自然との付き合いの、の生活の中で仏教や神様をこうあの勉強して、そしてそれを人々に伝えよう、そしてそれで人を救済しようというようなことをしてたのが修験道なんですね。で、それがこの地区にあって、ローベン総長もそういう業をしておられるし、これから行われるシニアの業務も、あの洞窟の中で、あの仏様の世界を見てそれを映したいと。で、洞窟の中で修行するなんていうのは、あの仏教の中でもそのギャン語って言って、インドでも雨降ったらどこも行けないから、あのホラーの中でみんなで勉強しようっていうようなことが始まっているんですけども、そういう自然の中で、人とのこう付き合いではなしに、自分自身であの自分を磨いていくという方法を、あの仏教でもありましたし、日本ではその神様という人と神主さんとのつながりというのは、そういう自然とのつながりの中で生まれている宗教なんですね。だから両方とも同じようなことをしておりまして、それが、まあ、修験道という形で、仏教が入ってきた時に、それから前にありました神道と一緒になって、こう一つの宗教的な行あの塊ができたのが修験道なんですけれども、それによって作られているのがこの上院地区と言われているところ、それが二月堂、あるいは検索院って今の三月堂ですね。で、四月堂には普賢三昧会という、あのこう勉強なんていうかな、あのぐるぐる仏さんの周り回りながら、お経を唱えて、悟りを開こうという、この三つのお堂がここにできたんですね。で、それを中心に、まあ、あのできているのがこの上院地区という場所の性格なんですね。ただ東大寺の大仏様を中心とした国家祈願のお寺とは少し違う、もっとあの俗的な、一般の人たちのもっともっと 俗っぽいその信仰を集めているのがこの上院地区なんです。あの東大寺とか高空寺とか、法隆寺とか国家仏教やって言うて国のことばっかりしてはんねんと思ってはりますけれども、東大寺の中ではそれ以外に民間信仰的なところの仏教というのが残っているのがこの上院地区なんです。で、まあこの二月堂のこれはまあ後でいいですね。まあ二月堂ではこういう行事が今でもやってるんですけども、まず大切なのは、まあ、修二会、後からまたお話をしたいと思いますけど、こういう修二会の行法なんですね。立中歌唱が
洞窟の中で土卒船のこの行を見られて、それを地上に移したいということだったんですけれども、今回でなかったかな、移したいっていうふうにお願いします、これ教えてくださいっていうふうに言ったら、ここの行房してた人が、そんな無理やわって言われたんですよ。なんで無理ですかって言ったら、地球の、いや、に地球の一日、いや一日じゃなしに、ここの土卒船の一日というのは、人間の世界にしたら400年もかかる、一日たって一日やけど、みんなが400年生きてここで一日やりてる、そんなんなんぼ行房したって生きてるうちに悟りなんて開かれへんねんと、だからそんな無理やって言わはったんですね。だからでもこの行自体を移して、何年かかってでもみんながその素晴らしい行を体得できるようにしたいと、だから教えてくださいというので教えてもらって持ってきたのがこの死ぬの行房と言われてるんです。だから400年のことをやって、まだこの土卒船の一日にしかならんということみたいなんで、僕らが400、この行が1200年続いてますから、たった3日間しかないまだ奈良時代から3日間しか経ってないんですよ。それぐらいのものを、まあ、この行部を移してされたのがこの義実和尚なんですね。だから、その本尊としては何がええかって言って頼まはったら、いや観音さんがええで、そしたら観音さんどうすんの言ったら、その塗装支店から来てもらうとええやんか、そしたらどうして来てもらうとええかって、まあそしたら理事長さん一番最初にここの本尊さんなんとか来てくださいよって、この押し切って知ってますかね、木の箱みたいなやつで、なにわの宮からこの箱に乗って来てください言って、おまんでこう流さはったんですよね。そしたら西の方へビャーッと流れていったんです。そして何日かしてたらその箱が帰ってきたんですよ、ビャーって。で中に何かやるかなと思ったら、三寸かな三寸、すなわち9センチか10センチぐらいの観音様が入ってはったんです。でこう拾い上げたらあったかかったんですね。人肌の観音様、これ私たちのために助けに来てくれはってんなっていうようなことで、その仏様をお祭りしているのがこの五観音さんっていう観音様なんです。で絵はこういう形になってるんですね。で実際見た人はいるかどうか分かんないですけど、これ鎌倉時代に描かれているから鎌倉時代にはこう見た人もあるんですけど、それ以降は秘仏になってまして見られないんですね。でも絵が残っているもんですから、この絵を見てみますと、ここに頭に11の顔があるんですね。でも1、2、3、4段になってますね。普通は1、2、3段なんです。だから皆さん11面観音でご覧になってたら、こういう形しかないんです。この4段になっている観音様というのはないんですね。ところがありました、インドに。インドにこの仏さんあったんです、実際の彫刻が。だからインドから渡ってこられた仏さんやというふうに言われてます。日本でこの仏さんだけなんです、頭に4つ段ついてるので。修二会自体はこの6時の行房6回1日にやるんですけども、まあ3月の1日から14日までずっと続いてやります。でもこういう話してると後の話がちょっとできなくなるんですけども
あの2月のこの2月のはおみずとり主任園の行房の中のだったんの行房というのが最後にあるんですけど、その時の火で燃えてしまったんです、江戸時代に。でそれまではずっと燃えないで来たんですけども、そして、立て直されたのが江戸 の, あの中期ちょうどあの慶松院さん、綱吉さんの時なんですね。この時に立て直しをされたんです。で、あ、間違って江戸ってこんなちっちゃいます。あの江戸の再建がこの今の建物なんですけども、元の建物というのはこういう絵が残ってるんですね。これお坊さんここで修行してるんです。で周りに何もないですよね。最初はやっぱり奈良時代というのはこういうふうなお堂だったんです。でそれがだんだんこういうふうに膨らんでいってね、ここに階段ができたり、あの前張り出しがこうひどくなったりして、こういう建物が今の建物なんですね。でこれがあの舞台のとこです。で元の建物というのはこういう建物、三軒三軒の建物だったんですね。それがあのだんだんあの行、特に江戸時代になってきますと、あの主任の行見たいわっていう人がたくさん出てきたんで、この部屋ができるんです。その部屋の名前が坪根なんです。お坪根さんっていうのはこういうところにいてる人なんですよね。本来だからその坪根なんです。南の坪根、北東の坪根で、ここで一般の人たちがあの修行している人たちと一緒に仏様とこうあの接することができるという場所を作ったんですね。これが江戸時代になってから人々があのこの皆さんのように来てお水取りみたいわっていう人がここに入れるような場所を作ったんです。でそれまでは、はい、本当に入るとこないんですよ。お坊さん勝手にあのなんていうの、修行してはるだけなんです。みんなが見に行くことがなくなる。でも江戸時代にあのお松明を見に来る人が増えて、そしてそれから、まあ、こうお松明が登っていきますね。この晩の7時に初夜の行房がある時にはお坊さんこの下に、まあ、寝泊まりしてるんですけど、そこから上がっていくのに松明を使って上がっていくんですけど、それをこう見に来る人がたくさん増えて、そしたら松明を置きしようかということで、もともと手で松って手で持った松明だったのが竹の今のあの7メーターほどの竹の先にあの杉葉をつけて、そして足明かりにしてお坊さんがずっと登っていったのをみんな見学に来たんですね。でそのあとここであのやってる行房 をあの聞いて、そして自分も一緒にその行をするというふうに一般的になっていくんです。でやっぱり私たちも生きてますから、お昼あの食事しないといけないですね。で食堂っていうのはこの降りたところにあるのが食堂って言いまして、食堂こう降りて階段の左側が食堂で、右側が参籠所ってあの寝泊まりしてる場所なんです。でお昼の12時からここで食事をするんです。でお坊さん実は1日1回の食事なんです。ここのところの食堂で食事をするんですね。で、お釈迦さんがいてる時からインドでも午前中のみ食事が食べられたんです。で今の私たちも行中2週間は昼食以外は午前2時頃まで下道、はい、まあ、あの途中ちょっと降りてきて休みもするなしますけれども、あのお昼ご飯以降あの夜中の2時頃までは水一滴飲めないんです。でこれはインドであの行われていたその午前中だけで、午後の時には食べ物を口にしないということが今でも東大寺の中でこの修二の間はあの
続けられているんですね。なんでか知ってます？今イスラムでも断食月ってありますね。断食月ってずっと断食してるのちゃいますね。日のある間は食べないでおきましょう。朝食べたら日が沈むまで食べたらあかんでいうことをするんですね。それが元なんです。仏教でもその昼の時間以降は夜中まで食べないでおきましょうと、いわゆる午前は食事していいけど午後は食事したらダメですよと決めたんですね。なんででしょう、なんででしょう。場所に関係あるんですよ。インド、それに、アフリカから、ペルシャから中東地域っていうのは暑いところですね。熱帯地区なんです。物を置いといたら腐るんですよ。午前中にみんな食べましょう。昼は腐ったものになったら困るからやめましょうっていうふうにして昼は食べなくなったって、そこが始まりやと言われてるんですね。宅発ってありますね。宅発って何か知ってあります？お坊さん回ってご飯持ってますね。あれは残飯整理係なんです。みんな焦がすもんもったいないから、お坊さんたちはそれをもらって食べよう。そんな焦がしたらあかんで、物の命を取って食べてんねんから、それを焦がすってどういうことや。せやからお坊さんたちが回っていって、みんなくれ、残ったらくれ言うてもらいに回って、でそれでみんなで食べようというのがお坊さんの宅発なんです。だからお坊さんのことを小筋って言うんです。物を食べるものをください、ください。食べ物を小筋もらいに回っている、つまり小筋っていうのは坊さんのことなんです。もともと坊さんのことを小筋、なんで小筋っていやしいと思ってありますけど、皆さんが他すものをもらってるんです。なんでか、そんな生きているもん殺して食べてんねやんかと。で、動物だけちゃうんですよ。植物も同じですよ。根っこから全部生きてるもん食べてるわけですよ。だから動物が悪い、植物がいいっていうことはおかしい。だから昔のインドの人でもお坊さんたちももらったもんはみんな食べてますから、そこの家の人が魚余ってほかそうと思ったら来はったから、それあげとこうって言うたら、魚、その入れてもらった魚をお坊さんたちは食べてるんです。だから精進違うんです。亡くな殺したものは全部自分たちの体を維持するために食べたということにしないと、その動物たちはかわい生き物はかわいそうやないかということから、骨敷きというのが起こっているんです。まあそういうところで、非常にここの間でも食道の作法、食べることっていうのは非常に厳しいんです。食べること、これによって私たちは生かされているんだけれども、私たちに提供してもらったものはちゃんと食べましょうよ。他のものをやめ、他さない、本当言ったら昔は他のものを私たちがもらって食べたんだから、私たちも食べるものを大事にしましょうということで、ここの間の法要というのは非常に厳しい法要をしているんです。だからその前に50分ほど祈願をして、そしていただくんですね、食道の作法というのは。でそこの中で実は 3体の仏様がおられます。毘沙門天というのはこの東北の隅におられるんです。で、びんずる尊者っていうのがこの南向きに座っておられるんですね。
で、ここには鬼子母神がおられるんです。全部あのいろんなこの行事とかいろんなものに関係した人たちばっかりなんですね。あの御所の東北の隅に実は少し変わったとこがあるんですけども、知ってます？御所行ったことあります？東北の隅って向かって右の奥なんですけど、その向こうに比叡山があるんです。つまりここの場所っていうのは東北、何でか知ってます？鬼門なんです。この仏様は鬼門よけの仏様なんです。だから京都の鞍馬山に毘沙門さん、戸松毘沙門さんとおられるんですよね。毘沙門さんが北を守っている、知ってます？四天王。時刻点、増長点、項目点、多聞点で、多聞点、北だけの守りをしっかりしたのが毘沙門さんなんです。なんでそういうことしたかっていうのは中国を見ればわかるんですけども、中国ですごいもんで、何でしょう、万里の長城なんですね。何のためにしたん？北方民族が攻めてくるからそれを防ごうとしたんですね。だから毘沙門さんは北の守り、多聞天を独自存で、あの北からのそういうものから国を守ろうということで作られたのが毘沙門さんなんです。だから多聞天と一緒の仏様なんですね。だからそんなんが今ここに残ってるんですよ。それはこれはやっぱりあの奈良時代からあの鬼門除けって、そこから鬼が入ってくるということは攻撃、あのその国を滅ぼす敵が入ってくるんだということを表してたんですね。で、あの何を言うとったかな、そうそうそう、あの北が姉ですね。牛虎卯辰巳馬羊猿と十二支がずっと回ってますね。鬼門の場所って何か知ってます？姉、牛虎、ここが鬼門なんです。牛虎の場所、皆さん鬼の形知ってます？どんな形してます？牛、角を生やしてますね。で、虎、着てるもん、虎の皮着てますね。だから日本の方には鬼門を表してるんです。牛虎から悪いもんが入ってこないように、だから節分の時に豆まいて防いでるというのはこういうところからつながってるんですよ。で、これは中国から来た考え方ですけども、実は日本では裏鬼門の方、こっちが鬼門の場所になるんです。南西って何に起こります？毎年来るもんがありますね。台風です。こっちから来るんです。南西の方向から台風がピューッと上がってくるんです。つまり日本でもこっちとこっちは悪いもんが来る場所というところで、こっちもこっちも守ろうじゃないかという考え方が日本の中でも、あの中国だけではなしに、日本も必要悪とし、必要悪に話し、必要な場所としてそのこのところを守っていこうというものができるんですね。だから鬼門というのはそういうあの考え方からできているものなんです。で、びんずる尊者っていうのはあのお堂にいる仏様なんですけども、もともと生きた仏様、生きた人なんです。毘沙門っていうのは毘沙門
あのビンズラ、ビンズル尊者っていうのは生きた人で、よくあのお寺 の, 右あのお堂の前に座って、あのなんていうかな、ベレー帽みたいなかぶって座ってた人ありますね。あれがビンズル尊者なんですね。この人何したかというと、あのお堂の前で人々にそのなんていうかな、術を使って治してあげている、病気とか治してあげていた人なんです。でお釈迦さんに怒られて、そんなことしたらあかんって言って怒られて、あのご飯を守る神様になったんで、仏さんになったんですよ。だからあの浄土仏教では食事の時にこの毘沙門さんがこういろんなことをされていたという言い伝えがあって、食堂には毘沙門さんが、ビンズル尊者が祀られることが多いんです。でカルティエも、なんでこんなところ置かれてるか知ってます？この人ものすごくいい人だったんですけど、なんかあの悪い虫が起こって、あの自分の子供500人もいるのに人の子供を取って食べてたって言われている人です。でお釈迦さんに、あの町の人が困ってるんですよって言われて、お釈迦さんはこのカリテーマの一番その ちっちゃな子供を隠したんです、自分の懐の中に入れて。そしたら一番可愛がっていた500人のうちの一番下の子供なんですけど、こう探し回ってあちこち行ったけど、あの分からん。でお釈迦さんって何でも知ってはるから聞きに来るって言って、お釈迦さんのとこ行って、あのいろんなことを、私の子供はいないですよって言ってたんですね。そしたらお釈迦さんが、お前今500人もって一人おらへんだけで、なんでそんな騒ぎまくんねん、みんなの子供食べてるけども、あの子供たちはその家で一人とか二人しかいない中の子供やんか、それであのお前が取って食べてるんだけど、どういう罪があるか分かるかって言って悟さはって、あそんなことしたらあかんねんなということで、私食べな、あの子供食べたくなるとどうしたらよろしいか、あそしたらザクロの花、あの実を食べ、あれ子供みたいな格好、あの味がするのかしらか知らんけど、あのなんていうかな、かたあの子供を食べてる感じだと思って食べなさいって言ったんですね。でザクロの彼あの彼店も、あの岸本人の前のところには必ずザクロの木が植えてあるんですね。だからその食べ物に対してものすごくこう執着したということで、ここにお祭りしてあるんです。だから食堂というのはそういうあの食べ物に関係のある神様、あるいはその人々が生きている中で、こういうことを守っていこうという方向の神様とこう一緒になって、この食堂を守っているんですね。でそういうのがあの皆さんあんまりご存じないこの部分なんですね。これさっき言ってた鬼門の場所、まあこっち来たやからあれやけど、牛虎の場所、これ東大寺の勧進書、さっき言いましたね、御所の鬼門の角知ってます？こうなってるんですよ、切り込み入ってるんですよ。ここにね、実は動物がいています。これ、鬼門除けに猿がおるんですよ。猿が普段、あの、御幣持って守ってるんですね。気がつきません？何か、猿。実は猿って、どこじゃ、鬼門のこっちが、ねえ、牛虎、たつ、う、たつ、み、馬、ねえたつみ、ねえたつみ、ねえ牛とらうたつみ、馬は南ですね、馬、羊、猿、鳥、犬、猿、鳥、犬って何か知ってます？桃太郎が連れてった動物なんです動物、この動物で鬼をやっつける、つまりこの鬼をやっつけるためには
ここの動物でしかダメなんですよ。つまり陰と陽になってます。陰にいてるものに対して陽の動物を連れていかないとやっつけられへんという考え方が、あの猿谷が桃太郎の猿取り犬を連れて行った元やと言われてるんですね。だからそんなしてたら、あ、面白いなというような、日本の中でそういうふうな鬼門というものはどういうふうに扱われていたのか。都を作るときに京都は比叡山という鬼門の場所を作って、ここには何います、南の西にもう一つお寺作ったんです。ここに都があるんです。御所があるんです。御所のこっちにあるのは東寺なんです。東寺と比叡山、延暦寺とで国を守ったんです。何の気なしにしたんじゃなしに、そういうふうなこと、日本のこういう歴史を知っていると、そういうふうなとこが、あ、そんなんやってんなっていうようなことが分かる。皆さんこういうの勉強してもらうと面白いと思いますよ。時間がないのでいらんこと言うてたらあれですけど、高野原の横に筋役という町を作ったどっかのバカ者があるんですけど、どこのバカ者でしょうかね。奈良市のバカ者です。奈良市という歴史の国町やのに、この牛虎っていうじゃなくて、北川っていうのは何がおるとこですかね。清流、白虎、四尺、玄武なんです。だから御所の南に四尺がいるんですよ。なんで北にいるんですか。平城京の北に。ここは玄武の場所なんです。だから歴史っていうのはそういうとこでね、知らないとえらい目に遭うんですよ。なんでこんなとこに四尺つくんねん。京都の町からすりゃ朱雀ですよ。でも奈良の都からすりゃ玄武なんです。でそういうところがね、やっぱりちょっと知ってるか知らないかでえらい違い。だから奈良みたいな歴史を知ってるはずの人間がそのとこに作った言うて、怒った先生が阿部先生です。阿部先生はこんなとこに朱雀作るのはおかしな話や。だからその後奈良市も考えまして、スジャクっていう学校を作りましたね。こっち南側にスジャクっていう学校は南にあります。まあそういうことで、歴史っていうのはいろんなそういう昔からの言い伝えからしないと、特に日本の国が出来上がっていく過程っていうものがやっぱり、そこそこに残っているんですね。だから今の子がそれ知らないですから、そんなん出てきたところで何とも思わないけれども、歴史を感じていると、あ、それが違うねんな、千年以上続いてきた日本の歴史の中でえらいことしてんねんなというふうなことが思い起こさせられることがあるんです。これが岸墓人ですね。でその他に実は3つの神様がこの2月を守ってるんです。工場、お乳、いい道という神様、なんでか偶然で、あるいはこれがええねんって言うても聞いた神様は違うんです。ちゃんとやっぱり理由があるんです。工場神社っていうのはこの階段下がったのここに神社知ってますかね。南の階段下がったところにあります。実はこれが路面杉って言われてるんですけど、この路面杉は後からできて、もともとは四月堂の方にあったようなんですね。
で枯れてこっちに移されたようなんですけれども、今はこの木がローベン杉と呼ばれております。で、あの二月堂縁起の中でこういう絵が載ってます。これがここの場所なんです。これ水吹き出てますね。ウの鳥が、白と黒のウの鳥が飛び出してます。その場所がこの赤い矢という井戸なんです。で、ここの井戸から水、そこの岩の間から水が吹き出して、そしてそれを囲いにして建物が建てられたのが今の赤い矢と言われているところなんですね。で、これはあの、なんで水が吹き出したかというと、お乳明神という方が、まあ、お堂の中で神明帳を読むんですけども、神様来てください、一緒に人々を助けましょうというふうに言うんですけど、あのお乳明神って若さの神様なんですけど、釣りが好きだった。釣りに行ってて呼んでもうてんの分からんかったんですね。で、気づいたらもう遅なってしもてて、申し訳ない言うて、あの観音様に、そしたら私のところからあの綺麗なお水をお宅に送りますわって言うて、出した水がこの水やと言われてるんです。で、若さから来てるから若さいっていうふうに呼ばれてます。で、なんで若さいが大切なのか知ってます？これが平城京オバマ、ここなんです。ここのところにある若さの神様が、若さ彦神社で若さ姫神社という2つの神様がいて、その場所が鬼湯という場所なんで、その2つの神様を合わせて鬼湯明神と呼んでます。で、そこから水が来るんですよね。これ知ってます？この道、あの日本という国はまず朝鮮半島から文化が入ってきます。で、その後中国からあの直接文化が入ってきますから、唐や隋というふうなものが、ここの道じゃなしに瀬戸内海を通って文化が入ってくるんです。奈良時代になってきますと。で、その前は敦賀、小浜っていうところが朝鮮半島から真横なんですね。対馬海流に乗るとここへ来るんです。で、特に日本は百済の国とつながってますから、百済の国っていうのはあの左側の朝鮮半島の左側のところにね、それをまっすぐ下を降りますと対馬海流に乗れるんです。するとここへ着くんです。だからその関係でここに文化が入ってきてるんです。で、大浜にあの観音様が多かったり文化が発達したりしてるっていうのは、ここに朝鮮半島の文化が一番最初入ってきたからなんです。で、それが琵琶湖を通って海で、あの湖を使った方があの物を運びやすいですから、この湖を使うんですね。そしてここからは実は宇治川を下っていくんです。で、岩清水八幡宮のところで木津川とぶつかってるんです。で、あそこで今度は木津川に乗り換えて木津まで来るんです。そうすると平城京にすぐなんです。文化の流れる道なんです。そうすると文化の入ったところと文化をはあのさあの伝えられたところ、これがつながるんですね。だから文化が入ってきたところの神さんが奈良のその文化の終点のところでお祭りされる、このつながりができてくるんです。
でここはずっとあの観音様、こっちもそうですけど観音様がたくさんおられるんですね。観音道と呼ばれまして、この文化が入ってきた道筋ということを表しています。だからあの非常に奈良時代の初めというのは若さとのつながりが深い、そこの神様をわざわざこっち呼び込みに来たんですね、飲んできたんですね。若さ琵琶湖通って宇治川通って木津川通って平城宮に来るという観音道ですね。こういうものが昔はあったんですね。皆さんは奈良時代塩はどこで作ってた思います？どこで塩、違うんですよ。明石はずっと後なんですよ。赤穂浪士のね、あれは後なんです。最初は北陸でと作ってたんです、塩は。誰の小説かな、三笑大夫って知ってます？読んだことないですか、三笑大夫って。子供を連れ去って行って働かすんですね。で働かすのは何言うたら塩作りをするために働かすんです。それが富山の方の場所と言われているんですね。で奈良時代はそこから塩を作って平城京に届けられたんです。よくね、こんなとこからなんでこっち通って京都行かへんねんって言われるけど、京都でまあ都になってないんですよ。だからここ何にもないとこなんです。だからここなんて通ることないんですよ。サバ街道というのは平安京できてからなんです。だから平安京できてからオバマとのつながりができますけども、それまでは全部この琵琶湖を通ってこちらの方に来てるんですね、文化っていうのは。だからあの知ってるつもりで思ってるんで、そういうふうに思うだけのことで、もともとはあのこういうあの文化のつながりっていうものを知ってると、なんで若さと奈良がつながってんねんということが分かると思います。それと若さという名前がね、面白いんですよ。若い、若さの若いの若い、さーというのは水なんです。だから若水なんです。つまり新しい若い水をこの二月堂の修二会という年頭はじめの行事に対して若い一番その素晴らしい水をあの送りましょうということから始まっているというふうに言われております。で我が正月に、まあ、あの 若水を汲む、それをこの水鳥の水にしたんだというふうなことも言われています。だから文化というのは面白いですね。であのその次に家道神社、これ向こうにありますけども、半道さんと呼ばれてますけども、このすぐ向こうがね琵琶湖なんです。でここのとこが信楽の宮なんです。ここにすごい山があるんですけども、それ通りあの半道さんの上を通り越すと向こうはもう琵琶湖に、あの琵琶湖のすぐ近くまでこう道があるんですね。でなんでそんなとこの神さん連れてきたんやと、信楽の宮っていうのがここに作られるんです。でここで大仏様を作ろうということになったんですね。聖武天皇はここ であの土台までできたんです。でも途中で帰ってしまったから、最初の大仏の建立の場所というのはこの信楽の宮なんです。でこの半道さんというのは先ほど言ったみたいに信楽の宮を守るあの東北のつまり鬼門の場所にあたるここに、この信楽の宮を守るためにあるような神社なんです。だから大切にしたんですね。だから大仏様がこっちに移ってきた時に、この信楽の宮のとこにおられた半道様、神様も一緒に連れてきたんです。最初大仏さん作る時にものすごくこう影響のある神様だったんで、その神様を連れてきたんですね。
で、あの信楽の宮っていうのは、あの東大寺を作る時なんかの時にもそのたくさん木がそこから送られてきたようなんですね。だからあの非常にそのつながりが深いところだったの、神様だったんですね。まあ法華堂は先ほど言ったのですね。まあ、あのそういうようなことで、あの東大寺の中には皆さんがご存知ないような神様が3人おられて、そしてその他にあの食堂の中には、あのその修二の時にみんなが守らないといけない、そういうことを司る食事というものに対する仏様が安置されているけれども、あんまりこう公開されていないものですからご存知ないというところを、まあ、今日はお話をさせてもらったわけですけれども、またいやちょっといらんこと書いてあるんですけど、あの法華堂のこの柱のところにね、あの見たことあります？実は見えるんですよ。なすなかだいぶ扉開けますから、ここにねこういうな、あの実は鎌倉時代のね、あの落書きがあるんです。小刀で彫った、でこれ鎌倉時代ですからね、今になったらえらいあのすごいことなんですけど、千日間ここで行をした、その喜びで始めた日と終わった日、ちょうど千年、千日、あの日にちが合うんですよ。両方とも彫ってあるんですよ。千日間ここで行をしたんやって喜びのあまりその掘ってしまったという落書きも千年800年経ったらえらい値打ちなんですよね。まあそういうことで、いろんな話をさせてもらいましたけど、あのこれから下を降りてますとね、ここに階段降りたらこっち側に門ありますよね。法華堂の方に行く、その下にこう石がるんですよ。なんだめこれあんねんな、石が書いてあります。石が書いてあります。これローベン僧正で、これが鷹で、これがローベン僧正、鷹に連れられて木のとこに来た、でそれをお守りしてくれてるのが執行合心だと。だから生まれた時から執行合心っていうのはローベン僧正の守り神やというので、三月堂に執行合心が祀られているんですね。でその立ってはった石が実はこれ皆さんこの上踏んでてかもわからないけどここには元は執行合心が立ってはったと言われている場所です。まあ、そういうことが、まあ、ここではいろいろ あります。まあ、他にもあったりしますけれども、もう時間的に、なんか武志さんがそろそろ時間まあ、そういうようなこともあってね、いろいろあるんですけど、もう一つ面白いのが、皆さんご存知、ここは玉木山八幡宮の横にあれありますね、あぜ倉。ここは記憶見合わせた蔵になっているとこ、その横に実は十三寺の塔があるんです。お初塔って書いてある。何や分からへん、何やろな、あんまり説明もしてないんやけど、
ども、うん、鎌倉期に、まあ、作られた塔なんですけども、これはあの、まあ、聖武天皇発塔と言われたりもしてるんですけども、実は東本願寺にねこういう砂が残ってるんですよ。これ何か知ってます？あの浅野のところにね、実は女の人の髪の毛が組み込んであるんです。つまり髪の毛ってすごく強いんです。だから黒髪の縄を練り込んだ、編み込んだものが残ってるんですよ、実際に東本願寺には。女性の髪の毛と遊びを寄り合わせて生まれたこれであの建物を作ったと言われてるんですね。で大事にされてるんです。実はお初塔というのは多分そのこういうロープをここに埋めたんちゃうかと言われてます。で聖武天皇のその出家した時に切った髪の毛を埋めてるというのはちょっとおかしな話なんですけども、あの釣り鐘ありますね、奈良時代のあれを釣るためにあの黒髪の砂をあの使ったん違うかと、こういうようなものが使われてるんじゃない、それをあの記念としてここへ埋めたんちゃうかと、それを発想と言ってるんじゃないかというふうなことも言われて、だから女の人の髪の毛ってすごい強いんですよね、すごいです。だからそういうようなことが昔にされたということの証が、まあ、ここのところにあるんじゃないかと言われている。なんかちょっと変わったあのなんていうかなお話ですけれども、こんなあるんやでということだけだけでも知っておいてもらったら面白いかなと思います。だからあの女性の髪の毛を使っているというようなこういうようなこともね、昔は使われたんだというようなことがやっぱり今あのあれやってますね、あの源氏物語、うん、世界の中で女性文学者があの時代に小ああいうふうな小説を作って、それがすごいあの千年近くの間日本の中で守れてきたというのはどこにもないんですよね。女性の地位っていうのはそこまで世界の中では認められていなかったんですけれども、日本という国はもうあの時代、つまりもう多分あの光明皇后があれだけの力を出せたというのも女性の力を認めてたということを日本の歴史の中で、知ることができるんじゃないかと。でその代表的なのがあの源氏物語のあの時代に室伏式部、清少納言というすごい文学者が出てきているということは、日本の国が女性に対しての見方というのが差別的なものじゃなしに、もっともっとこうその女性というものの持っている力を認めてこう日本の国を作っていたんだということが分かると思います。だからこんなところでもね、女性の髪の毛使ってるんですからね。だからそれぐらいにやっぱり日本の歴史の中で女性、性別っていうのはそんなに差別的なことはなかった、逆に江戸ぐらいになってきた時に逆に差別がだんだん起こってきた。それまでは随分と女性の立場というのはそんなに悪いものではなかったんじゃないかというふうに言われています。日本の国というのはそういうようなところからもこう見直して、自分たちが見直していくところがまだ残っているんじゃないかというふうに思いますので、なんかいろんなことを喋りましたけれども、皆さんがご存じないような歴史的な事実もたくさんありますので、そういうことを掘り下げていくことによって日本の国の素晴らしさというのが現れてくるんではないかというふうに思います。それでは終わりますけれども、ちょっとだけねお水取りのお経のところだけでもちょっと触れてみようかなと思いますので、
間違えましたね、うん、こちらカードをこっちに作ってしまったんで、うん、船っていうのは、うん、ここから始まるんです。 お笑いから始まるんです。うん、私たちが今日する一番最初のかまどのお祓いから始まるんです。うん、こういうふうにしめ縄から何から、うん、清め屋をまず始まるんですね。うん、面白いでしょ。これ恵比寿川っていう神社の前の川の水をここに置いてあって、トイレ行ったりお風呂入ったりした後は、うん、水を取って清めてるんです。うん、だから私たちはただ単に行をしてるだけではなしに、まず清めっていうことを大切にしてるんです。だから行をして人のためになるためには自分を清めないといけないということがこの行の中で行われます。これ畳みたいにさ、五段で引いてますけど、この衣をこれ紙子を着たりすると症状の形の体になるから、その場合は地べたに座らないでこういう御座の上に座る。普通の場合はこう座布団の上に座っているのがこういうふうになるんですね。で、火は湯打ち石で作った火で行を始める。上へ来てもあれね、お坊さんが五兵持ってますね。だからお坊さんが管理さん、ここへ管理さん来てもらえないんで、管理さんの代わりになってあの清めしてるんです。で、こちらは一番最初は仏寺で本尊様とかに勧請してるんですね。この時はここに袈裟かけてるんです。 お坊さんなんです。うん、でもこっちは今朝ないでしょ。うん、神宮司さんになってるな。うん、お祓いするときにはね、お坊さんちゃうんですよ。うん、だから神仏集合でやってるのはそういうところなんですね。うん、ちょっとしたことね、言われないと気がつかない。うん、これはね、29日、今年は29日 の6時かぐらいに、うん、これ階段から上がってきて、ここでお風呂入った後全部揃って清めをするんですね。これ外から見える、その時間ぐらいに来はったらここやってるのが見えます。最近言いましたように、ちゃんとその神社にでも三社にお参りするんですね。でここから始まるんです。だから清めをして神様に来てもらって、そこから始まるのが春宮の行坊なんです。だからみんなそのお経をあげて行だけしてると思ってはりますけど、まずこのどちらにしてもその清めから始まるのがこの行なんですね。で、私たちのお坊さんたちは何の清めしてるのかって言ったら、まず戒律を受けて、で戒律で自分は悪いことをしないという心の清めをするんです。時間かかんな。皆さん、ちょっかいしてるでしょ。ここに八戒って書いてますね。戒、うん、を守ってるんです。でさ、八つの戒を守ってる、非常に素晴らしい人やから、天上界にあるというか。ところが、ヨーダ表紙にね、皆さんちょっとあるでしょ。女性にね、ちょっとこう、襲いかかってしまって怒られてね、現地救援を下ろされたんです。ところがどう間違ったか知らんけど、人間の体じゃなしに豚の体の中に入ってしまったんですね。で、半人半豚の怪獣になってしまったんです。で、怒ってね、俺はこんな安全豚にならなかんねんって言って怒って、でしたんやけど、観音さんで、お前もうちょっとこうしっかりしたら、で元に戻れるでって言われて、で、
この人が八斎会という会が八つの会があるんです。それを守ってたから、うん、八会という名前にしようっていうふうに、ん、三蔵法師が言って、うん、八会という名前になったんですけどね。ジョガジョガジョガジョっていうのが元の名前なんです。ジョガジョジョガジョか、うん、まあ、いらん話してますけどあの、どういうことをしてるかというとね、あの水鳥の肝心なところはこれなんですね。あの十一面観音の名前を言い上げて、もう前の三面は怒ってはる、前の三面は慈悲の顔してはる、横は怒った顔してはる、でうちは白牙を出すぐらい、で後ろは大きな笑いを捨てると、そういう顔で人々を救済してるんやということをこう書いてあるんですけど、それをこう読み上げているんですね。で、そういうあの行のそのお経がこれなんです。まあちょっとどんなんかどんなんかどこやんもらえたな。これ同じでしょ。6時同じことやってるんですけど、実はあの節が違ったり振るところが違ったりするんです。あれすごいよ。これが一番あのテンポがいいんですよ。商業を挙げてるんですけど、こういうことを言ってるんですね。で、党の人がこの赤い部分だけ言うんです。あのカルタの質問の給油で紙の句取りますね、あれと一緒でこの下だけを、これ下だけ言ってみましょう、うん、そしたらみんなはここから言ってみましょう。これ先の一面大碑とか、うん、ちょっと顔の形が、だんだんこう速くなる、短くなるから速くなる。今度はもっと短くなる。だんだん端折ってんですよ。全然100年やらない。本当は全部やらなあかんの、うん、だんだんそれちょっと短いしようかって、リズムがいいからここだけみんな覚えてはる。
これはつぼねに来てもらったら誰でも入れますから、うん、ずっといてもらったらこれ聞けます。あ、まあ、そういうようなことをやっているわけですね。で、あとまあ、人形町とかね、ここの中に先ほどの鬼の名字が出てくるんですけど、読んだけど来はらへんの。これ毎日開けてるんですよ。毎日来てもらってるんですよ。だから、その時忘れはったんで、来て、そのお詫びに言って水を沸かしてきはったお水が、水というのを飲む。まあまあ、いらんこと言ってたわけですけど、まあ、面白いところは、これ先のことですね。松園の女人でありますけどね、あまりこれは聞こえないし、あれですけど、他の人はなかなか入れないんですけど、ね、校舎の人が入ってくるんで、いつかの日は聞けるんですよ、横の壺で読みますと。で、ずっとあって、松園の女人の現れてきた絵が残っております。この人が読み上げてたらこのようにふわーっと出てきたんですね。歴史をたどって並べられた名前は奈良時代から平安朝に至り、やがて鎌倉時代に至ります。それとともに読み上げの言語も誤ります。面白いでしょ、節が。節ついてなかったら僕らは目歩きになりません。気持ちいいですよ、やっぱ。将軍頼朝。ほう。大臣、これ大仏に燃えた時にだいぶ協力してくれたんですね。源の頼朝の名前が出、やがて伝説に有名な松園の女人の役に立ちます。だから女性を言わない言うんじゃなしにちゃんと女性も入ってますから、松園の女人は何で出てきたかっていうのは何も書いてないんですけど、この青色の青って言うけど緑なんですね。日本では青って言うと緑の色、だから信号機、青の信号やって緑でしょ。だからそのように緑の着物を着てるから松園の女人、位としてはそんなに高くない位の人が着る色なんですね。で、なんでこの人が出てきたか言ったら、有名な人ばっかりですね。
なんで読み上げてくれへんだって私たちみたいないっぱいいろんな人もこういうところに協力してるし、うん、あの伏せしてるんですよ、うん、だからあの人からげでええからあの私たちが助けたいのと言うてくれと、うん、いうことを表しているのがこの聖書の教えと言われて、うん、みんながたくさんの人が応援して、うん、この行事を守って土台師も2月堂の星見えも守ってるんですよということを表したのがこれと違うかと言われて、うん、有名な人だけなんで読み上げんねんというふうなその反発が出てるんやないか、うん、で鎌倉時代ですねこれ書いたのに、うん、だから少年の時代に鎌倉時代のところなんですよ。だから鎌倉時代の時にそういうこともこうとあの人の力によってお寺が作られてるんやということを証明されているのがこういうところ。だからお前ら勝手に作ったんちゃうんやろ、みんなが協力して作ったんやということをね多分言いたかったんだったと思います。だからこういうところから見てもあのお寺が作られたということはどういうことなのかというふうにこうあの見えるところがあると思います。まああまり他は先ほどに言ったこれが全部にある全く一緒の姿をしているんですね。だからインドから来たものやとこういうふうに言われてます。まあそういうことであのちょっと新年の方も入らせていただいて今日の話は終わりたいと思います。ちょっと時間延びました、はい。